米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたロッキーズ戦に、1番 DH で先発出場。5回に2試合連続となる52号逆転ツーランを放ち、52個目の盗塁も成功させるなど、4打数3安打2打点、1盗塁と大暴れ。前日の敵地マーリンズ戦では大リーグ史上初の、 50本塁打 &50 盗塁を超えて、51から51を達成したばかり。指揮官は米番組に出演し満足げだった。画像、ごめんね、こういう人なんです。異業翌日、大谷翔平のカジュアルすぎる出勤姿。19日の試合後、米スポーツ専門局、ESPN の人気番組、スポーツセンターに出演したロバーツ監督。 ポストのスコット・バンペルト氏から大谷について聞かれると、オーナーのマーク・ウォルターは経営のプロだから彼のことを私が語るのは変だけど、翔平大谷への7億ドルの投資は最高のリターンがあったと思うねと笑顔を浮かべ5万悦の様子だった。歴史的なシーズンを過ごす大谷、ロバーツ監督は翔平が今期、投球していないことは理解している。 それを利用してできるだけダイナミックになれるチャンスだと捉えているところはあると説明した上で、そこで盗塁には積極的。成功率も高い、長打率、打率、打点もすごい、毎日のように出場していることには感銘を受けるよと称賛した。さらに彼は今まで見たことがないようなアスリート。私はバリー・ボンズと対戦したし同僚になったこともある。 彼がキャリアの終盤だったこともあるけどと伝説のスラッガーであるバリー・ボンズと比較していた。